夢持って生きてっか生きてっか下げ目を fall yeah 夢持って生きてっか生きてっか下げ目を yeah。それでは行きます。先ほどのビートで戦っていただきますんで、よろしくお願いします。それでは行きます。先行、ハズキ、後攻、マロ、発祥席、日本、DJ、スピンダッシュ。ガラスにフォーカス、ステンドグラス、言葉で着色、ライフスタイル、音楽、これを作り上げる。よくに酔う音の容疑者、これでお届け配達員。ハイなやからたちが今日は上がる日、喧嘩、今日は楽しんだもん勝ちが一番のエンターテイナー。俺も楽しませて踊ってもらうが、お前じゃまだ足んねえみたい。俺も容疑者大人か、俺一番楽しみすぎてスリッシャー。ワンバース、それでわかる、どっちかかる、刺さるガラス。ワンバース解決、判定ポアル、5センス超えてきた天まで飛ばす。刺さるガラス、それは割れてる、開いた中身のないやつ、よく吠える、それがよく現れてる、あくまでこれは通過点さ、光の色を変えるために彩るための音楽。バカなやつには何も伝わらねえ、つまらねえから繋がらねえ。つまらねえのはどっちか、教えてやるよそこらの坊ちゃん、どっち踊れる、あっちあっち、踊らしたままの脳内、負荷かける、負荷かける、復活したアクセル、付き合いきれねえこいつの自画自賛に、俺負けること一切なし、首から流す熟成赤ワイン。はい、終了、ナイスバトル。それでは判定いきたいと思います。先行半月が勝ったと申したはい、高校丸が勝ったと申したいえ、先行半月が勝ったと申したはい、高校丸が勝ったと申したいえでお願いします。先行半月がはい、高校丸がいえでお願いします。さあ、さあ、53対48、勝者半月になりますね。マロ君ありがとうございました。マロ君ちなみに第2リザーバーになりますよ。